水原一平、数年前からウーバーイーツの配達員として働いていた。大谷翔平の通訳、マネジメント、トレーニング補助、送り迎えの上ウーバー配達員もしてた模様。水原一平被告、ウーバーイーツ資格剥奪。水原は数年前から配達員として従事。地元メディア、超人すぎるだろこいつ、違法賭博もしてる、1日1ターンしか行動できへんから羨ましいわ。これさ、大谷翔平は賭博も絶対に知ってたよね。配達先の金目のもの盗めないか見てたんやろな。ギャンブルしたって必死に働いてる。大谷がすやすや寝てる頃、こいつは寝ずにウーバーとギャンブルしてるわけか。大谷からもらってる給料考えたら、ウーバー配達なんて小遣いにもならないだろう。大谷の金を奪いつつウーバーイーツ、家にいるの気まずいんか。違法解雇で訴えるべき案件。ギャンブルする暇ないやろこれ。大谷の暴露本も書くやろう。スペック高すぎだろう。大谷のお守りして少し理由付けしてお金ちょうだいって言えば数百万もらえる環境だったのに、ウーバーなんてやってるって謎だ。ウーバー配達員が稼げる給料なんて本業と比べてビビたるもんだろうから、金が動機ではないだろうな。ご視聴ありがとうございました。